破壊活動防止法。破壊活動防止法。破壊活動防止法。昭和27年法律。第240号。英語。サブバーシブ・アクティバティス・プリベンション・アクトは、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めるとともに、その活動に関する刑罰規定を補正した、日本の法律。特別刑法の一種。全45条。略称は、破防法。 1952年5月に発生した地の命令事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体登記政令、昭和21年直令第101号の後継立法として、同年7月21日に施行された。1951年秋と1952年秋に発生した二度の命令事件直後に、公安保障法案とゼネスト禁止、集会でも取り締まり、 プレスコード、新聞公領の立法の他防衛用法案が準備されていた。このうち、プレスコード法案は、単独法としては断念され、団体党規制法案破壊活動防止法の、先導行為処罰として、防衛用法案は、刑事特別法として成立することになる。残る、ゼネスト禁止法案と集会でも取締法案と、団体党規制法案が、治安三法と呼ばれていた。 1952年、第3次、吉田内閣第3次改造内閣によって、公安保障法案が提出され、4月17日に、衆議院本会議で、木村徳太郎法務大臣から、趣旨説明が行われた。7月1日の参議院本会議で、吉田首相は、また、暴力行為がどうして発生するか、暴力団体はどうして存在するか。これは、これを調査し、 または先導する人あるいはまた、暴力団体自身に、ある人、ある団体を構成しておる諸君が存在いたすからで、あります。これを防止するのが、法律の目的とするところであります。と答弁している。吉田内閣と与党自由党は原案そのままの可決を目指し、右派社会党は、先導、文書所持条項の削除と、乱用の罰則を追加した修正案を提出した。 左派社会党と労働者農民党は言論、表現の自由の観点から日本共産党は自党が標的にされていることに加え、アメリカ帝国主義に反対の立場から吉田内閣を米帝の手先であり培国奴であると、がたし、米帝と吉田政府に反対するすべての国民が民族解放民主統一戦線に結集し、断固たる愛国者的行動を起こすならば、 必ず破防法は粉砕されるであろう。ひらがな表記もすべて原文ままと行動を呼びかけた。参議院では自由党は過半数に満たず、緑風会がキャスティングボートを握った形となった。その結果、緑風会は6月5日に独自案を提出し、この法律は国民の基本的人権に重大な関係があるか。 公共の安全の確保に必要な限度においてのみ適用すべきであって、いやしくもこれを拡張し広むしゃくして解釈してはならないなどの文言を加えた。しかし、原案の形式的、濡え的修正に過ぎないとする批判もあった。参議院法務委員会審議では一度は、原案、右派社会等案、緑風会案のいずれも否決されたが、吉田内閣が緑風会に譲歩。 緑風会案を飲む形で、7月3日に、参議院本会議で自由、緑風、闘技拘束がないため一部反対あり、民主クラブが賛成、改心、右者、左者、労能、共産、第一クラブが反対した結果、参議院通過。7月4日、衆議院本会議で自由が賛成、改心、右者、左者、共産、労能、第三クラブ。 社会党再建全国連絡会と立憲要請会が反対した結果、賛成多数により可決成立した。破壊活動防止法は治安維持法の復活であるとして様々な物議を醸したが、吉田政権の側にしてみれば、公安保障法案に盛り込まれていた緊急検索、強制捜査、雇用制限、政治団体の報告義務、解散団体の財産没収、 先導文書の保持者の取り締まりなどをやむを得ず削除しなければならなかった。しかも、それだけでなく、公安保障法という名称まで変更する羽目になった。その結果、破壊活動防止法は、吉田政権が意図したような左翼に対する有効な武器として機能しなかった。破壊活動防止法に対して、警察当局は賛同していたが、大歓迎するという姿勢ではなく、 その取り締まり効果を冷ややかに見ていた。国家地方警察本部調査統計課長兼企画課長であった桐山孝彦の破活動防止法の捜査、捜査研究第9号52年8月では、破防法の審議のために、新警察法の審議がストップしたことを例に挙げて、破防法反対闘争デモに手を焼いたり、血を流したりするやら、とにかく制定に至るまでにも、 警察とは誠に因縁朝からざる法律であると、皮肉っているほか、私一個の率直な試験を述べるならば、この法律が団体規制の処分として、共産党を全面的に、非合法の線に追いある含みで作られたのであれば、別だが、そこまではいかないという場合、規制されるべき団体に対して、この法律の本来の目的とされている規制を、 効果的に加え得るかどうか疑問を持つているということで、ある。中力腹を決めて、暴力主義的破壊活動に乗り出してきた団体とも、あろう者が、果たしてこの法律による規制を加えられておとなしく、引き込むかどうか、あえてそうした規制を無視して平然と必要に同様の活動を繰り返す態度に出ることも考えられ、その結果、目指す団体には効き目がなく、 おとなしく規制を受けて引き下がる団体ならば、むしろ初めから順法的な、穏健な団体ばかりと言ってたことになる恐れはないか、どうかという点が心配になるであると指摘しており、破防法の規制が日本共産党に対して有効に働かないだろうと予測している。一方で、破防法の施行以前から、日本共産党などは特別審査局と公安警察による二重監視の対象であったが、 破防法の被疑者及びその団体とみなされた場合には、それに拍車をかけて監視を厳重化できることや、これまでは取り締まり、対象にできなかった内乱の先導や、その正当性や必要性を主張する文書の配布などを予防鎮圧するために実験することが可能になったことを例に挙げて、破防法に前向きな評価もしている。 適用され初めて有罪になったのは1961年の三無事件。他に渋谷暴動事件に対しても適用されている。なお、1995年には地下鉄、サリン事件など一連のオウム心理教事件を起こしたオウム心理教に対して解散を視野にした団体活動規制処罰の適用が検討され、公安調査庁が処分請求を行ったが、 公安審査委員会、委員長、弁護士、堀田勝治は、今後の危険性という基準を満たさないと判断し、破防法の要件を満たさないとして、適用は見送られることとなった、代わりに、団体規制法が制定、適用されることになる。これについては、オウム真理教にすら適用されないのなら、一体何に適用されるのか、実質的に適用できない法律ではないのかという、 根強い批判もある。この法律の規制対象に該当するかどうかの調査と処分請求を行う機関は公安調査庁であり、その処分を審査、決定する機関として公安審査委員会が設置されている、ともに法務省の外局。なお、いわゆる公安警察は破壊活動防止法によって設置された機関ではなく、警察法に基づく、政令規則により設置されているが、 情報交換を行うことはあり得る。破壊活動防止法29条。この法律には、団体活動規制処分の規定のほか、個人処罰規定が設けられている。先日の参後事件での適用は、個人処罰規定の適用である。破壊活動防止法違憲と考え同法の廃止を訴える者も,も少なくないが、非常に抑制的に運用されているため、 現在のところ政治レベルで破壊活動防止法を廃止しようという動きは活発ではない。左翼関係としては日本共産党など右翼団体としては大日本愛国党など7団体外国人在留者団体としては在日本朝鮮人総連合会が調査対象となっている。団体の活動として暴力的破壊活動を行った団体に対する 必要な規制措置を定めるとともに、暴力主義的活動に関する刑罰規定を補正し、もって公共の安全の確保に寄与することを目的とする。1。解散の指定がなされると、その原因となった暴力主義的破壊活動が行われた日、その日の後も含むにその団体の役職員であった。ものは、その団体のためにする行動を一切禁止される。 個人としての道までは禁止されない。公安調査庁長官の請求があった場合に行われ、その請求にあたり公安調査庁長官は、弁明の機会を与える日の7日前までに、団体規制をしようとする団体に対し通知しなければならず、その方法は官報で公示して行うとともに、代表者等の住所等が知れているときは通知書を送付して行うものとし、 弁明の期日に意見の陳述及び証拠の提出の機会を与えなければならない。処分の請求をしないときは、その団体に通知するとともに、これを官報で公示し、処分の請求をするときは、公安審査委員会に処分の請求をするとともに、その団体に通知しなければならない。なお、 その通知があった日から14日以内にその団体は意見書を公安審査委員会に提出することができる。処分の決定は文書を持って行い、処分を行う決定は官報で公示した時から効力を生じる。処分の取り消し訴訟について裁判所は100日以内に裁判をするよう努めなければならない。これらの処分が裁判所によって取り消された時は官報で公示される。 団体規制に対する罰則とともに、内乱罪等の先導罪を定めるとともに、政治的目的のための放火罪や、騒乱罪の予備罪等の加重や先導罪などを設けている。各法律の結核条項や事項において、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体を結成し、またはこれに加入という文言があるが、 日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体とは破壊活動防止法の規定に基づいて公安審査委員会によって団体の活動として暴力主義的破壊道を行ったと認定された団体を念頭にしている法律で日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の 団体を結成し、またはこれに加入したものを対象とした、結核条項や事項は以下の通り。1947年の旧警察法時代の国家公安委員会委員や都道府県、公安委員会委員や市町村、公安委員会委員は、日本国憲法またはその下に成立した政府を暴力で破壊することを主張する政党その他の団体をなし、 またはこれに加入したものを対象とした結核条項があったが、1954年の新警察法制定に伴い結核条項は廃止された。また、日本の外国人は上陸拒否、退去強制、帰化拒否の対象となる。日本国憲法に基づく体制を破壊しようと、企んだ者を一部公務員の結核条項とする。 規定は日本国憲法第99条が根拠となっている。その一方で国務大臣や国会議員のように結核条項とする規定が明記されていない例もある。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。